3番さん、いい加減にしてください。え、待って、死んでくださいだって。は？意味がわかりません。嵐ですね。うっざ！殺すとマジで。3番。おい、てめえよ。6番、てめえ俺のこと殺すっつったな。いつ殺しに行くんだよ。つうかさ、俺が普通にドラえもんの真似してるからってなんでお前さ、死んでくださいなんて書けんのチャットで。意味わかんなくない？おかしくない？別にドラえもんの真似しちゃって別に良くない？そんでさ、ちょっと変わったやつがいるからってさ、リア強リア強とかってさ、お前ゲーム自体つまんなくしてんのと、6番お前らじゃバカなのマジで。お前は殺すっつったんだから殺しに来いよ、てめえ。おい、ごめんなさいとか言ってるけど、殺害予告受け入れますんで、はいはい、ちゃんと来てくださいね。あ、ちなみに今 YouTube でおちょくりハマーでやってますから、見に来てください、来てください。いつでも待ってます。発言してください。おい、てめえ殺せや。まあいいやじゃねえんだよ。普通にゲームしてたのによ。死んでくださいだってよ。僕は死にません。